ブチャンネルのコーナー今日お前ら呼び出したのは他でもない、世界一おもろい企画をやろう思ってた。その名も、はい、大阪弁縛りで大阪あるある山手線ゲームや。もうアウト。なんでや、大阪弁ちゃう、あ、じゃあ、ぽくでしょ。そうそうそう、大阪弁ぽくでしょ。大阪弁ぽく、すごいよ、大阪あるある山手線ゲームで言うてこうっていうめっちゃおもろい企画や。あっほんならいきます、はい、山手線ゲーム言うとりますけど、はい、大阪あるある、言うてこや、言うてこや、はい、せーの、たこ焼きうまい、嘘でしょ。どれこっちゃ逆にやね、うん、これよりもっと厳しい感じで言うたら後々しんどいね、自分ら後々困るの自分やで、ね、やってください、それでいくで、はい、せーの、たこ焼きうまい、関西弁かわいい、口かすうまい、お好み焼きもうまい、全部うまい全部うまなってるどこでもいいやもう埼玉でも、違うね、ちゃうな、さすがお前ちゃいますな、ちゃいますな、ちゃいます。逆に関東人やからもう大阪弁言う、もうそれにも気使わなあかんし、あとはあれも考えないかんで、ちょっとしんどいねんな。じゃあラストやろ、せーの、お笑いに厳しい、お笑いがおもろい、はい、キャッチの人がすごいすごい、お笑いに厳しくない人もいる。でも、お笑いの哲学がすごい。すごいな、居酒屋の名前の癖が強い。お笑いが好きだけど、いざ東京に来たらお笑いとの、その関西とのお笑いしかないから、ね、お笑いしかないし、なんでお前はなんかそれお酒縛りなんで、なんでお前お酒縛りなんで、昨日思ったことがあった、ね、昨日思った